こんにちは、ミントです。日本だけではなく、今や世界的にも F1 界の期待の星といえる角田裕毅。しかし開幕戦でこそ9位入賞を果たしましたが、その後は未経験なことが続いており、思うような結果にはなっていません。今年から開幕前テストの日数も減らされたこともあり、ベテランドライバーでもチームを移籍したドライバーは苦戦しているので、新人ドライバーにとっては特に難しい状況と言えるでしょう。これも自動車レース最高峰の F1 の洗礼と言えるのかもしれませんね。では第3戦のポルトガルグランプリでの角田裕毅はどうだったのでしょうか。今回は先日行われた2021年の F1 第3戦ポルトガルグランプリでの角田裕毅についての話です。好きなようにドライビングをして、たくさん経験を積みなさい。仮にミスをしても問題ないから、そこから学び、改善していけばいい。これは、アルファタウリのチーム代表である、フランツ・トストさんの、角田裕毅への言葉です。新人ドライバーにとって、F1 というとてつもなく大きな場所では、様々な重圧とプレッシャーがあると思います。しかし、結果の欲しいチーム代表から、このように言葉を投げかけられたら、新人ドライバーにとっては、これ以上ないほど嬉しく、心強いかもしれませんね。つまり、角田裕毅は素晴らしい環境下で、F1 デビューを果たしたということになるのです。角田裕毅は、ポルトガルグランプリが行われる、アルガルベサーキットを初体験のコースでした。フリー走行の1回目と2回目では、チームメイトのガスリーからコンマ5秒落ちのタイムを記録しており、順当な滑り出しをしたと言えます。予選 Q1 はガスリーからコンマ2秒落ちのタイムで12番手で通過しました。しかし Q2 ではガスリーからコンマ4秒落ちとなり、14番手で Q2 落ちとなってしまい、今回も初の Q3 進出はお預けとなってしまいました。これまで2戦連続で予選5番手を獲得していたガスリーはQ3 に進出はしたものの、9番手が精一杯だったので、このサーキットはアルファタウリのマシンには、いまいち合わないサーキットと言えるでしょう。角田裕毅は、決勝レースでも光るような走りはできず、結局15位完走という形で、2戦連続でノーポイントでレースを終えました。ガスリーはなんとか10位入賞を果たし、貴重な1ポイントをチームにもたらしましたが、これまで好調だったアルファタウリからしてみれば、苦戦したと言えるレースでした。角田裕毅はレース後、こう語っています。今回は一貫性のないマシンで、最初から全くペースが悪かったです。何が起きたのか、本当にわからないです。ガスリーと同じようなセッティングをしても、似たようなものができず、ガスリーが抱えていた問題とは、別の問題が起きていた。ボッタスに抜かれた際も、普通にブレーキをかけたら、突然フロントがロックしてしまいました。我々は今後に向け、マシンに何が起きたのかを分析する必要があります。このように、これまで絶好調だったアルファタウリ、AT02 は、アルガルベでは突如、不可解なペースダウンを強いられてしまったのです。F1 の世界では、シーズン中でも常に開発を繰り返し、マシンの戦闘力を上げていく必要がありますが、このように原因が不明というのは、マシン開発にとって一番厄介かもしれません。次回のスペイングランプリまでには、なんとか原因を特定し、この問題が改善されていることを願うばかりです。では、今回のポルトガルグランプリでの、角田裕毅の各セクタータイムなどはどうなっていたのでしょうか。まずは最高速、スピードトラップから見ていきましょう。1位はアルピーヌのエステバン・オコンで、時速 333.1km でした。アルピーヌはアローソも 327.2km で、全体6位を記録しているので、昨年に引き続き、ストレートスピードは非常に速いということが証明されています。そして角田裕毅は全体2位の 332.4km を記録しており、ガスリーも 325.3km で、全体8位をマークしています。優勝したハミルトンは全体9位、マックスは13位、ペレスは10位となっています。次にセクター別のスピードを見ていきましょう。
セクター1ではガスリーが全体トップの292キロをマーク、角田裕樹は 288.6 キロで全体3位となっているので、アルファターリはセクター1のスピードが速かったのです。セクター2ではガスリーが 192.8 キロで全体7位、角田裕樹は16位だったので、アルファタオリのマシンは低速区間のセクター2でうまくスピードに乗せることができなかったと言えるのです。セクター3では角田裕樹が302キロで全体9位、ガスリーが13位をマークしていました。セクター別のタイムでは、セクター1でガスリーが全体10位、角田裕樹は16位となっており、ここでのタイムがほぼ予選の順位になっていたと言えます。セクター2では角田裕樹が全体8位、ガスリーは15位、そしてセクター3ではガスリーが全体9位、角田裕樹は13位となっており、アルファタオリはスピード面では時折速さを見せたものの、タイム的には各セクターを通して2人のドライバーは苦戦していたと言えるのです。最後にファステストタイムをご紹介します。トップは激戦となったレース終盤の65周目にマークしたメルセデスのボッタスの1分19秒865でした。アルファタオリではガスリーが64周目にマークした1分22秒014が全体11位のタイムとなっており、角田裕樹はガスリーとほぼ変わらないタイムの1分22秒058で全体12位でした。タイム的に見ると、1周につきあとコンマ5から1秒くらいタイムを縮めないと上位での入賞は難しいということですね。しかしアルガルベ初体験の角田裕樹にとっては、百戦錬磨のチームメイトのガスリーと遜色ないタイムをマークしていたとも言えるので、結果こそ出ませんでしたが、中身を見てみるとある意味うまく適応していたと言えるのではないでしょうか。角田裕樹のこの結果に対し、海外メディアからは批判の声も聞かれていますが、これは期待の表れとも捉えていきましょう。レース後、アルファタオリは SNS で角田裕樹に対しこう発信しています。今日は勇気の日ではなかった、しかしこれも全て学習の一環である。次は F2 でもレース経験のあるカタルニアサーキットで行われるスペイングランプリです。昨年2020年に角田裕樹は F2 の予選で1分28秒903というタイムで6番手を獲得し、一時トップを快走する活躍を見せ、レース1、レース2とともに4位で終えているので、よく知っているサーキットの一つです。今の角田裕樹には様々な経験を積んでもらう必要がありますが、スペインではきっとやってくれるでしょう。今のうちに様々なミスを犯し、経験を積んでほしいという気持ちと、早く周囲の期待に応えられるような結果を残してほしいという気持ちがありますよね。とにかく全力で応援していくしかないですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。